野球監督右投げ右打ち。1891年に当時のアメリカガソシエーションのルイビル・カーネルズで野球を始める。1894年には当時のボルチモア・オリオールズでチームメイトのジョン・マグローやウィリー・キーラーと共にナショナルリーグを3連覇。自身も1896年に209安打、打率401をマークする。 非常にアグレッシブなプレースタイルだったそうで、支給数は1894年から1898年の5年連続でリーグ最多、また1896年の彼の51支給はメジャーリーグのシーズン最多記録である。1899年からはブルックリンスパーバスに所属し、ここでもチームはリーグに連覇を経験するが、彼自身はシーズンの途中に、 コーネル大学に入学、法律の勉強をし始める。選手としての実動は1903年までで、1907年からは、後に、電動入りするタイカップや、サムクルフォードを擁する、デトロイトタイガースの選手権任監督となり、その年から3年連続でタイガースを、リーグ制覇に導く。コーチボックスで踊りながら、采配を振る姿は、ユーモラスで、 独特のイヤーという掛け声が彼のトレードマークになった。選手権人だったシーズンは12年にも及ぶが、この間実際に試合に出場したのはわずか9試合である。タイガースを1920年まで指揮した後、1924万1925年には、ジョンマグロを率いるニューヨークジャイアンツのコーチとなり、監督不在の再指揮をとっていた。1928年、 結核から髄膜炎を患い、ペンシルベニアにて死去。1945年、ベテランズ委員会により、アメリカ野球伝道入り選手に選出された。ありがとうございます。